この動画では血管と血液について勉強していきます。人間の体の心臓っていうのはポンプの役割をして,て体全身に血液を運んでると、その血液っていうのは血管通ってん,んで、なんで全身に血液運んでるかって言ったら、体全身の細胞に血液を運んでる。その血液の中には、 酸素とか栄養分が含まれてて細胞1個に渡してねないですその細胞っていうのは呼吸を行っていると呼吸を行って生きていくために必要なエネルギーっていうのを作り出してねないすそういったつながりがあります今日は血管と血液だけに注目してちょっと見ていきますね両方とも2つずつあります二つずつなまず血管 動脈と脈との2つがあります。どんな違いがあるのかそれは心臓から出る血管のことを動脈っていって心臓へ戻る血管のことを静脈っていうふうに言います心臓はポンプの役割をしていて 強力なポンプである心臓から出る血液っていうのは流れがとても速いねんな。だからその血液の流れに耐えるために動脈は壁が分厚く弾力性があるっていう特徴があります。一方で静脈っていうのは動脈にはない便っていうのを持っていてこれは血液の逆流を防ぐためについてるいな。血管は2種類あって動脈と静脈。それぞれ 別々の特徴を持っていますよと。次に血液を見ていきましょう。血液も2つあるな、2つ。その2つとは、動脈血と静脈血。ちょっとややこしいな。血液、血のことやから最後に血がつくわけな。動脈血と静脈血。違いはっていうのは、これは気体の量によって変わってきます。動脈血は酸素を 多く含む血液のことを動脈脈血血と言脈血は二酸化炭素を多く含む血液のこういます。血液はこう気う体の他にこの4つのメインの成分があります。4つな。この耳タブみたいな形をしたものを赤血球と言います。聞いたことあるかな 特に赤血球の,この中心には赤色の色素があります。これをヘモグロビンっていうんな。ヘモグロビン。これ何してるかって言ったら体全身に酸素を運んでいます。で、この歪な形をしたものは白血球って言って体の中に入ってきた細菌を捉えて やっつける役割をしています。ちょうどここの写真があるねんけど、まん丸のが赤血球。で、このイボイボのいびつな形をしたのが白血球です。他には結晶板っていうのがあって、血液を固める。足けが怪我して血が出てきたとき、かさぶたで固められるやんか、そういう役割、血液を固める役割をしているのが結晶板。また、この3つっていうのは全部個体やねんけど、 結晶っていう液体成分が流れ取って、その上をスイ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 泳いでるっていう風になってます。結晶っていう液体の中にこの三つが泳いでいって、全身に運ばれると。最後、細胞と物質のやり取りっていうのを見ていきましょう。一番最初に言ったけど、心臓っていうのは全身に血液を運んでいると。なんで運んでいるんかって言ったら、一個一個。 細胞に血液を運んでいてその血液には酸素とか栄養分が含まれているとそしてその酸素栄養分を材料にして細胞っていうのは呼吸を行ってんで呼吸をすることによって生きていくためのエネルギーっていうのを取り出してんでってことな最後は細胞1個に酸素とか栄養分ってどういうふうに行くのかっていうのをやってきます 大きな血管以外に細かい細かい血管のことを毛細血管って言います。毛細血管、まあもちろん血液が流れてんねんけど、その中には赤血球というさっきもやったようなこいつやな耳たぶの形をしたやつがあって、もちろん液体成分の結晶もあります。毛細血管の壁ってむちゃくちゃ薄いから、この結晶、液体成分がバーっと染み出てくるな。 染み出ます。その染み出た液のことを組織液っていうふうに言います。この組織液があるからこそ、血管の中の酸素とか栄養分を1個の細胞に渡すことができてるんな。染み出た組織液の中を通って、赤血球によって運ばれてきた酸素が細胞に渡されます、また血管を流れきてきた栄養分を細胞に渡し、 で呼吸が行われて、イラン二酸化炭素とか、イラン不溶物っていうのをまた組織液通って血管の中に行き、まあ、全身に排出されていくと、こういった流れになります。